お嬢様、100人から選ばれた理想の年下王子様はお気に召していただけましたでしょうか。対象どうですか。はい、入ります。あると思う。ええ、積極的に動く新王子の登場で恋の矢印が書き乱れます。なんか顔は描けないけど。さらに今夜は年下王子たちが肉食に。大人女子もたまらず燃え上がります。そして私執事が用意した寒い冬にぴったりな婚約デートでも一波乱。これは可能性はある。違う違う、こういう時はグイってやる。グイっとね、こうやってやる。なるほどね、うん、めっちゃでも綺麗だね。綺麗、この辺とかも紅葉してるし。なんか雨残念だけどね。ね、確かに、うん、雨女。いや全然晴れ女。雨女。雨女。雨女かい。そんな雨女の方、昨日お二人連れてったよね。そうだよね、二人と話してた。二人連れてった。待って、恥ずかしい。すみません、なんか初対面で。初めまして。初めまして。なんか私が人見知りっていうのもあって、お二人と同時に話せたらなって思って誘わせていただきました。呼んだんだ、リホちゃんが。見た目的な好みって言ったら、僕はどちらかと言ったら可愛い系だと思います。なんか僕そうですね、綺麗系が多いかもしれない。リホちゃんどっちも持ってるもんな。家にとかって 何してる。ひたすら寝室とリビングの往復です。でそこに私の愛犬がついてくるみたいな感じです。ワンちゃん飼ってるんですか。飼ってます。何飼ってていいですか。じゃあ犬種、はい、チワワ。ダックスンド。え、絶対ダックスだと思った。何それ、わかんない。すごい、なんか絶対違う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 。初めてリホちゃんがから誘ったっていう、うん、なんかあんまり意味なさそうじゃないですか。そんなに本人に深い意味はないかな。本当に喋ってみたいという、うんうんうん、リホちゃんのおかげで衝撃的な事実も分かりましたね。ガイがどれだけのペットを飼っているか。ちょっと異常でしたね。一人でキャラ渋滞させてますよね。猫28はさ、すごいよね。島だから帰るっていうレベルではないよ。そうね。ケイさんって年下の旦那さんにキュンとする瞬間ってどういう時ですか。トイレに入ってたら、また開けようとしてきたんですよ。で鍵閉めて入ってなかったから、うん、ダメって言って閉めて、うん、有料ですってカチャって閉めたんですよ。しばらくしたらドアの下から千円札がスーって出てきたんですよ。かわいいと思って。すごい、それ かわいいの本当に。なんでいいでしょうよ、そこは追加しなくて。お風呂だったら可愛いってなるけど、うん、トイレはちょっとあれ。さあ、それでは年下おじと大人女子の恋愛模様を見ていきたいと思います。テルマちゃん、可愛い V 振り。じゃあみんなでやる、4人でやる。いいよ、4人でやる。はい、私の年下おじ様。楽しかった普通に、うんうん、おったー。大人女子の皆様、旅行デートが始まります。現在2棟に分かれて王子が待っておりますので、どちらの棟に行くか皆様でお決めください。 A 棟、ハヤテ様、セイヤ様、ガイ様。 B 棟、ダイト様、フウキ様、コウキ様です。どう決めんのこれ。どっち行こうかなっていう感じだよね。私 A 棟行く。おー、あ、私も A かな。そしたらえ、ダイト君 B だよ。ちょっと話してない人と話したいかなと思う。あまりもみたいなしたね。 B と行くか。じゃあそうだね、B と行く。自然ね、好き。ね、家が田舎だったから。あ、そうそう、実家が。昨日まゆさんに行ったじゃん。どうだった、どういう話をしたの。いや、まあ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 秘密。マジでお疲れ。めっちゃ待って。お疲れ。この二人か。え、いや、あ、うん、知らなかったの。どういう感じで決まってさ。いや、めっちゃ気になる、ね、それ。そう、結構さきちゃんが即決で A って言って、うん、え、さきさんが、うん、まゆちゃんも A って言って、じゃあ私たち B。 B 残り物ってこと。違う違う違うよ。
え、ちょ、焼きません？肉あるんですよ。うわ、すごい肉あるんですよ。こちらが本日のメニューでございます。こんなのバーベキューじゃなくない？うん、バーベキューさ、普段あんまできひんやん。うん、あ、確かに。みんなとやったら楽しいしね。楽しい。私お酒飲みたいんだけど。しっかりお酒も飲みましょう。飲みましょう。飲めるの？コキ君飲みたいです。僕好きっす、お酒。いいね。いいじゃん。雄大な自然にと出会いに乾杯。乾杯。やっぱりリホさん違いますね、久々のバーベキューは。めっちゃ笑顔。ようこそ。乾杯。乾杯です。声優的には昨日さ、リホがさ、新王子2人と話してたじゃん。うん、どうだった？まずびっくりしましたね。あ、リホが動いたから。あの人が行くんやって。実際でハヤテはどうなん？サキちゃん連れてかれちゃったわけじゃん。あー、行っちゃったみたいな感じで、すごい焦りが来たな。普段からもっとグイグイ行った方がいいのかなっていうのを考え直すというか。グイグイ行こうよ。グイグイ。行っちゃえ行っちゃえ。行っちゃえ行っちゃえ。あ、ちょっとみゆさん、いいですか？あ、そっちね。話したい。いいね。いいよ、いいよ。話す？はい、行ってきます。行ってらっしゃい。いいね。みんなと向き合おうとしてる。はい、お疲れ。ビス。わー、いいね。もうここの雰囲気めっちゃいい。どうすか？います？でも、本当にこうきくんのその落ち着いた雰囲気がめっちゃ言いやすい。俺落ち着いてます。落ち着いてると思うけど。嬉しい。え、好きなタイプは どんな人だっけ？喋らなくてもあのなんだろう、落ち着くというか、うんうん、気使わない人がいいかなって、うんうん、確かに気使わないのいいよね。タイプなんすか？うちは犬みたいな、本当に。多くないですか、犬みたいな人。犬みたいな人多いんだよね。趣味なんすか？うちはゲームとその絵を描くことなんだけど。で、結構インドア。インドアいいっすね。僕もアウトドアに見がれ、見られがちか。スノボーしそう、なんか。スノボ1回しか行ったことない。意外すぎる。お酒好きじゃないですか、うん、インドアじゃないですか。結構あれですね、当てはまりますね。確かに、お酒好きは本当好感度アップ。狙ってる感じもないですし。え、すごい、いい。今一番、こうきくんが一番今。マジですか？うん、照れるな。今一番乗った。え、嬉しい。どうかな、どうだろう。2人がどうするかがわからないんですけど、外交機が。もし僕がリホさんに言ったらどうするんですか？まあそりゃね、まあ戦うことになりますよね。この空間でちょっとピリピリするのやつ。ちょっと。え、女の子はどういうのをしてみたいの？理想のデートって。私なんかこういうこたつとかでいい。あ、いいね。でもこたつ買うんでしょ？こたつ、そうね、もう今年の冬は買うしかないよね。本当に理想のデートをしたいから。さっきとツーショット行ってきます。お、あ、今ですか？もう行ってきますなんだね。あ、悪いな、みんな。ガイが来てさ、うん、通称行ってるとこを見てて、昨日どんな感じの会話したんだろうなってのが気になって、うんうんうん、ガイのこととかどう思ってるのっていう。なんかすごく話してて楽しいし、うん、恋愛対象としてはありだなっていう。というかやっぱりもっと思いも伝えなきゃなって思ったし、うん、ぐいぐい行かなきゃなと。じゃあ私も素直に気持ち表現してもいい？あ、全然。手つなご。逆にしょ。ちょっとどうした？手あったか。緊張するわ。え、でもめっちゃ嬉しい。なんかいつも自分からのことが多いから言ってくれるのめっちゃ嬉しいし、うん、え、なんだろうこの感じって。ハグしていい？いいよ。いい。あれ、めっちゃ高い。早くここに来て、サキワールドが恥ずかしさが炸裂しとる。サキちゃん、こんな笑ってたっけ？
もう一組がどれだけ盛り上がってるのかっていうのが、うん、確かに、あっちも気になる、めっちゃ気になる、気になる、すいません、お楽しみのところ申し訳ないです。ちょっと僕もこっち来たいなと思ったんで、いいですか？あれ、そんなあり？慣れてるじゃないですか。あ、そっち、はい、別にね、何がとかないんですけどね。リホさん、昨日さ、ガイくん、コウキくん誘ったじゃないですか、うんうん、あれ何喋ったんですか？だってなかったくないですか、リホさんが。なんか誘ったらしってんな、ルールとかないからよくない？いや、いいよ、悪いとか言ってないよ。だからびっくりしたっていうね。ふうきくんはいるんですか、気になってる人？そう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 。あ、でも、うん、この人と喋りたいって人はいるかな。お、うん、俺が別にもうこっからやることは、うん、もうその人にもうひたすらアピールするだけだと思ってるから。最初からあったんや、絶対。いいですね。いいです。そっちの方がいい、絶対。この人にそっちの方がいいって言われたくないよね。うん、で、余裕なんでしょ、だって。いや、全然余裕ぶってないよ。余裕ぶってないからこっち来たんや。あ、今のキュンだね。ミユさんは？さっき一緒にツーショットしたの。で、めっちゃ雰囲気あって、一番いいなと思ってる。コウキくんが、もう、はっきりしてるな。一番いいって言うんだよ。照れんなよ。照れるわ。いいですね、めっちゃ。あ、すご。あれ？コウキの運みたいな何？あ、いいとこだな。沖縄市。でもさ、めっちゃ電車ある。わー、すごい。今日ここでしょ？めっちゃかっこいい。金の竹。綺麗。どうだった？なんか進展みたいなのあった？いろんなみんなの意見聞けたし、そう。ふうきくんがどうなったか気になりますよね、こっち側としては。俺も変わったから。今日の夜見物ですね、明日もみんなの行動。お、ました。この後、私からの指令で王子たちをどぎまぎさせてしまうことに。そんなに。年下王子の皆様、ぐっと距離が縮まる特別指令です。ぜひ大人女子との婚欲をお楽しみください。婚欲やん。え、そんなに。婚欲を楽しめるのは2名まで。運命のスクラッチです。スクラッチって何ですか？スクラッチ、スクラッチって何でしたっけ？削るやつ、削るやつ、運みたいな、運用とかじゃん。それで決めるってくじ引きみたいな。すごい。もう全員じゃないんだよ、引きが強いやつが。いただきます。待って。いや、いいの？でも、ホッキ君が削るんですよ。そっかそっかそっか。真ん中から行こうかな、これは。なかったわ。ちょこっとあるみたいな。ないやー。ほら、アジ。せいや、どうか。あれ、え、早押しなの。じゃあ行きます。誰や、ガイ取ってくんじゃない。ガイよ。なんで、取ってくんじゃない。ガッツリやん、ガッツリやん。えーな、誰誘うの、ガイは。ガイの裸が見たいだけじゃん、それと。違う、確かに。俺だけ見てるってこと。いや、もう僕らも見るけど。あー、やらないし。いくよ。おまさかの。あ、いいよ。俺も行くわ。だってもうないんでしょ。そりゃそうなんだ。じゃあ、ふうきくんとがいくん。ガチシェフ受けてるやん、大徳。なるほど。いい二人だな。そうだよ、指名だよ。うわ、誰指名されるんだろう。いい二人ですね。聞いたのがふうきとがいなんですよ。面白い。誰を選ぶかよくわからないこの二人が。さあ、ガイ誰選ぶ。可愛い系が好きって言ってたよな。言ってた。意外とリホとかに行っちゃうのかな。マジで、さきちゃん行かないの、ここで呼んどいて。いや、行かない気がする。ふうきくん誰に行く。ふうきはもうさ、プッシュするだけって言ってたもん。まゆさんのこと気になってるのかな、ずっと。あの最初の会話以来。え、でもみゆちゃんもありえるのかなと思う。一回デート行ってますもんね。だからみゆちゃん結構ボンだからね。グラビアね、あのやってね、やっぱちょっとそこはやっぱみゆちゃん選んでほしい気持ちもこちらとしてある。見たいんでしょ。なるほどなるほど。確かに私も見たい、みゆちゃんの婚約。私も見たい。さあ、では続き見ていきましょう。あ、じゃあ次は、あ、やった、年下王子様。いいな、温泉行きたいな。いいね。あ、誰から。あ、
ガイガイガイからガイ呼んだんだろうお願いガイが指名した大人女子おあ、あら、あれあ、リオちゃんんリオちゃんあらー消えたんでやっぱりリオちゃん怖いねいや、恥ずかしいですよねめっちゃ恥ずかしいこれなんか一番いろいろ話してみたいなと思ったのがリオさん僕なんかこの人かなって見てる人とかはいるまあなんか今のとこはせいやかなって感じはっきり言うんだよね昨日話した感じで大君がめちゃくちゃ話しやすくてどっちかって言ったら面白い人が好きやからこう聞くやり話しやすいなって思う嬉しい俺もめっちゃ話しやすいって思う、うん、だから、うん、俺は可能性はあるでもあるある、うん、今日婚約したけど、うん、外でもう一回明日デートしてみたいなと思ってる、うん、逆誘い、うん、外デートしよう、うん、だから誘ってだから誘って誘ういやこちら初めてリホちゃんなんかああいう感じで、ね、ちょうしい、うん、でみたいなはい、さてさてみゆちゃんみたいですお願いしますお願いしますあどうだえあーよかったくんだったのめっちゃ大胆じゃない大胆じゃないえびっくりしたんだけどびっくりするびっくりした最初さなんかまゆちゃんって迷ってたんでしょああ、うん、最初一番最初かそのバーベキューの時にさ、うん、結構意志固めだったじゃん、うん、だからまゆちゃんに行くのかなと思ってバーベキューの時に言ってたのは、うん、みゆさんあえ、本当こう初めてこう新メンバー合流って言ってさ、うん、こう前にみゆさんが立ってて、うん、振り返った時にあら、あ、うそ一言目喋った感じとかそういうことか見た目の雰囲気とかは、うん一目惚れじゃないけど、うん、え、嬉しい今のキュンとしたでもさ、バーベキューの時にさコウキが一番気になってるって言ったからうん、言ったわーって思ったけど、うんうん、俺とコウキやったら、やっぱどんな印象持ってるかしてえ、印象うん、でも今はコウキの方が気になるかなおー、綺麗よなもう自分の意思はすごい固まってたからさ、その時、うんうん、今はコウキでも、うん俺はもう行くって言ってすごい嬉しいもっとグイグイ来てもっとじゃあさ一緒に手繋いでほしいな何それ急に違う違うこういう時はこうやってグイってやってグイっとねこうやってやるなるほどねゆうちゃんすごいな俺に借りてないのそういうとこかそうだからそういうの黙って言うんだしかもなるほど、うん、そうやな確かにそれはしてほしいんだ確かに確かに情けねめちゃめちゃ情けない可愛いけどねみゆちゃん可愛い、うんうん、ゆかちゃん可愛くない可愛いっすねみんな違うね今宵は楽しみましょうイエーイやばーめっちゃ遠い遠い遠い、はい、どんなこと話すのだって婚約確かに婚約初めてそれは入った人にそれ秘密だよ確かにえ何そんな済ましてんの風紀何何何男になったみたいなこの後、婚約を逃した王子たちへ私、執事からのサプライズ指令です婚約チャンスを引き当てられなかった王子の皆様夜の時間を楽しみましょうデコピタに挑戦してみてくださいどういうこと来てない来てない来てない来てる人来てる人がいるんだ来てるんや、なんで深刻じゃんめっちゃ何何何何え、でもこれどういうことですかそんな内容なのえ、なんか一気に飲んでるんだけど、ね、一気に飲んでるって別にお酒じゃないよねこれはよし、もうガチマヤさんちょっといいですか怖いんだけど怖いんだけどなんか決まっとるやんなになにこっちはドキドキする颯爽と言ったね、うん、ね覚悟決めたかなと思う、ねうん、なんか確かにね、うん、じゃあちょっと、俺もえちょっと、サキさんいいですかえこのタイミングではいこんなこと言われてからのさなんか、めっちゃ飲んでるめっちゃ飲んでるめっちゃ飲んでるやん
私もなんかわかんないけど覚悟してきます。すごいなんかロマンチック。じゃあちょっと改めて乾杯し、乾杯しよう。乾杯、はい、乾杯。昨日新王子が来て、うん、こうきくんと話してたじゃん、うんうん、今までちょっとそういう、まあ、ライバル候補みたいなのがなかったから、うん、どうだった？こうきと話してみて。落ち着いてて話しやすいなと思った。結構男らしい人が最初いいって言ってたから、うん、確かに男らしいもんね、こうきくん。だからそこは負けてらんないなって思って、まあそのこうきくんがどこに行くか分かんないけど、うん、なんか顔赤くない今日。ちょっとね、さっき久々にビールを飲んだら、うん、ちょっと実は今少し酔っ払ってる。あ、そうなの？何これ？あー、かっこいい。何の時間？ね。そうね。どういうこと？結構赤いですね。赤いですね。全然答えになってないんだけど、そういうこと？うん。指令だったの？いや、指令じゃない。じゃあ、いいよ。あ、いい。指令じゃないっていう感じ。今おチョコとさ、お酒が用意されてるよ。すごいね、これ。乾杯。乾杯。お酒好きだからね。今どんな感じなの？さっきの心情的には。ガイ君と話したじゃん。うんうん、で、なんか恋愛対象にはなりそうとは言ったけれども、うん、その先を別に求める相手でもないなって。指名されなかったっていうのもあるじゃないですか。ことやった時にマジで焦ったというか、こんな感情が初めてで、焼き落ちというか、なんかすごいあって、今一番だなって思うから、さっきのことは。ありがとう。で、指令って何なの？もうずっと気になってしょうがないの、私。指令はデコピタをするって言われたんだけど。え？なんかデコを合わせるんだけど。じゃあ普通に頭いい？めっちゃ待って。楽しそう。もう照れてる。綺麗だな。絵になるな。めっちゃこれ照れる。何？熱いね。やばいねこれ。人生初だわ。同じく飲もう。いいね。すいませんね、いきなり呼んで。いや、まあでもむずいっす、今までで一番。指令自体はそんなにむずい。あの、婚約何したんかなっていう。大したことしてないよ別に。婚約もして、だって婚約して、うん、まあ、仲が深まったって感じ。まあそれはね、今までなんだろう、婚約っていう機会がなかったから、うん、距離縮まるのは早いなと思った、話してても、うん、相変わらず肌綺麗っすね。毎回褒めてくれるのはありがとう。そう、肌が綺麗だなって。そう、あ、ちょっと下手だな。何キモいねんけど。どういうこと何、いきなりおでこされて何？キモい？キモいっていうのは出てしまった。じゃあ、せいやがキモいとかじゃなくて、違う、なんかいきなりおでこ触られたらさ、大丈夫、そのキモいは大丈夫、せいや大丈夫だよ。ちゃうんよ、ちゃうんよ。そう、指令が、あのね、なんかデコピタに挑戦しようみたいな。え、なんかデコピタは恥ずかしい。まあ、いろんなピタがあるよね。手もあるし。手をつなごう。僕に会いたい。これはもう、何これ、マストだろ。これマストマスト。こっからピタがあるから、うん、肩ピタ、肩ピタ、何それ、なんか肩を、肩ピタ、肩ピタ、あ、そう、あ、そういう感じ。え、なんで、何？いや、なんもないよ。出れんなよ。そうか、肩ピタ。かわいい。これの方がいいわ、絶対。これの方がいい？男子側めっちゃいいわ。逆にこっちの方がキュンキュンするってこと？うん、余裕で。だってデコピタ一瞬で終わるやん。じゃあ、あと10秒な、これ。なんか短い。いい感じ。今日のまやさん、すごい可愛いです。味方にやってて。まあ、いろいろまだアタックはすると思うし、もっともっと僕のことが好きになってもらえるよう頑張ります。わ、来た。ああ、かき乱すっていうの忘れてた。誰？誰だ？誰？コウキじゃない？
ないですか。可愛いのが好きって言ってたから、うん、まゆちゃん好きそう。こうきくん結構動いてきたわ。もう矢印確かに、ね、バラバラにこう入ってきたから、うん、面白くなってきた。うん、楽しみ。あ、来ましたよ。はい、はい、次回は一泊二日旅行の最終日でございます。お抜け駆けデートでは肉食大人女子が猛アピール。ん、肉食誰だ誰。王子がタジタジになる様子もご覧いただけます。ぜひお楽しみになさってください。でも肉食ってなったらみゆちゃんかさきちゃんみたいな感じはなんか、うん、まあそうね、ねえ、王子がタジタジになるっていう、みゆこうきでもこうきがまゆちゃんであればこうきのタジタジもあるよね。そっか、やっぱこうきとかさ攻めタイプじゃん、うんうん、男性あるあるなんだけど、うん、攻めタイプの男って守備ねボロボロなのよ。そうなんだ、うん、来られたら急に攻めに慣れてるからさ。そうかそうかそうか。それでは次回もお楽しみに。さよなら。バイバイ。次回は大人女子の猛アピールが止まりません。寒いから夜ね。好き、え、好きって言った今、今好きって言ったよ ね、 ね、今好きって言ったじゃん今。さらに年下王子の皆様も、美穂さんのことが好き。ちょっと2人で話しに行きましょう。え、ありがとう。ライバル出現で動きが急加速。みゆくんには負けないように、てか負けないんで、もっと俺のこと好きになってもらえるように頑張るから。よかった。王子同士の戦い、ますます目が離せない展開になっております。お嬢様、今宵も遅くまでありがとうございます。どうか良い夢が見られますように。